俺の、うん、お猿のジョージエピソード語りは超楽しい。シーズン14エピソード5ですね。シーズン14、はい、じゃあ最新のシーズンですけど見てきました。最新か。でね、まずあの渡里町っていうのがいるらしいんですね。こんなビジュアルなの研究者の。そう、こんな感じの研究者がいて、その丘のところで、うん、渡里町がいっぱいいるところで、まあ、それを見つけるんですよ、このおじさんとジョージがね。で、うん、おやおや、蝶の研究をしてるねみたいなので、はいはい、でまあ、ジョージがまあやっぱ興味を持つわけですよ。で、まあ、蝶の説明をしてくれるんですね。うん、で、まあ、蝶は芋虫になって、さなぎになって羽が生えるよっていう、まあ、話をするんですよ、うん、ジョージに、うん。はいはいはい。そしたら、まあ、ジョージはやっぱ興味深いんで、興味を持つんですよね。うん、で、僕も、やっぱ蝶になれるのかなってことは無双する。蝶になろうとするんだ。そういう発想？無双するんですね。あ、まあ、おじさんはもう、うん、お猿には無理なんだと。うん。現実を教えるわけだ。優しい。で、まあ、おじさん優しいから、うん。はいはいはい。布を使って、あのお手製の羽をね作ってくれるんですね。おじさんが、おじさん、これは優しいよ。優しいでしょ。あ、これやばいぞ。でもちょっとこいつちょっと嫌な感じだ。おじさんちょっとこれ嫌な予感する。この羽で飛ぶことはできない、飛ぶ振りだけだよって言って、まあ、これはもう振りなんだよな、おじさん。ねえ、いや、振りにしかなってない。いや、おじさんの振りあるよな。まあ言ってくれるんですよ。振るんよこいつ。おじさん振りする、うん、してるなこれ完全に。いや、でもね、まあこれ食べないよ。大丈夫です。これこっからがもうこれ AI が脚本書いたんじゃないかなって思うぐらい、もうすごい、うん、結構全体的に突拍子ないんで、超展開に。超展開が俺見た話では多くて。はいはい、まあ、これが一番超展開だったんですけど、この次エッフェル塔に行ってないもん。まあそう、まあ羽化するんです、ジョージがね。ジョージが羽化する。どういうこと。まあその羽を使って、まあ蝶のふりをして、パタパタパタって飛ぶふりをして走り回るんですよ、ジョージが。もう僕は蝶だぞみたいな感じで、はいはい、そしたらね、おじさんもどういうことなんで。いや、布が余った。これは、あ、うん、おじさんも余った布で。布が余ったから、あ、はい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 、ジョージが布が余ってるよって言って、おや、うん、僕の分も作ってくれるのかいっていう、なんかその、くだりがあって、おじさんも浮かして、外に飛び出していくんですよ。あ、おじさんも一緒に付き合ってくれる。一緒にこう二人でパタパタパタって飛びながら、走り回るんですね。まあまあまあ。確かに。うん、まだ一応、まだ流れとしては全然。そしたらね、その、チャリンコで通りかかったガキンチョがいてね、うん、この二人を見て、うん、え、本物の蝶みたいだ。すごいなって言うんですよ。思うこれ。うん。わかるんだ、ガキは。そしたら僕のカゴにも布が入ってるぞって言って、もう、一緒に飛ぼうって言って、まあ、やば、ああ、すごい。飛び立ち、この辺かちょっとおかしいな。飛び立ち始めるんですよ、ね。そしたら牧場に行くんですよ、まあ、いつもの。いつもの牧場に行ったら、まあ、おじいさん、うん、おばさんもいて、あら、あなた、みたいな。巻き込んでいくの、嫌な予感するんだけど、これ。あら、あなた、すごいことが起こってるわね。僕もやるかい、はあ、これでもう。あ、すごい。あ、研究者のとこまで行くんだ。それで。10人ぐらいで、パタパタしながら、丘を下っていくんですよ。で、はいはいはい、蝶の研究者は、うん、おや、新しい蝶の丸がやってきたようで、ノリ良すぎるだろ。耳落ちじゃないのこれ。で、なんかもう一番大きな蝶が来たねみたいなことを言うんですよ。まあ、夫婦なんですけどね、研究者夫婦が。ああ、大人がね。でね、はいはいはい、まあこれどうなるかっていうと、うん、みんなこう、怖いみんな浮かして、うん、蝶の研究者たちも私たちもやろうかってやるんですよ。おで、蝶の群れの中にみんな走り去っていくんですよ、バーって。怖え。バッドエンドじゃん。すごいでしょ、これ。これね、あれやわ。いや、この回すごかったんですよね、なんかもう。うん。もう監視すぎないすごい。え、その後どうなの。いや、それで終わり。え、それで終わり。もうそれで終わりなの。うん。もう、スタッフロール始まるの、そう。でもそれで終わり。もう走り去っていって終わり。ドラゴン足が流れてる。いや、これすごいな。あ、この回はなかなかすごいな。いや、この回はね、面白かったな。でも
これはやばい回だな、割と。面白かった。投げっぱなしじゃん、最後。いや、まあでも街人がやっぱちょっとおかしい、ね、街の人おかしいよねジョージは別におかしくないわね。まあ、ジョージが、ジョージは全然おかしくない。もうジョージが蝶の真似するのは、かわいい、それは。全然かわいいよ、そこまで。ほのぼのエピソードとしては。いいね、おじさん。まあ、おじさんやるのもギリギリ理解できる。まあ、理由がある。おじさんはまあまあ、まあ、おじさんは割と付き合ってくる。そっかそっか。で、この、まあ、少年が周りを巻き込んでいるくだりがやっぱちょっとおかしいよね。こっからがすごいんだよな。こっからやばいな。これはね、面白かった。たな、うん、え、俺ね、俺もそのフォーはこれあの今日ゲーセンで、あ、かわいい、あ、かわいい、あ、いいじゃん、え、これちょっと分かるな、そう、クオリティ高い、これかわいいかのジョージ、ちょっと撮りました、はい、あ、UFO キャッチャー、 UFO キャッチャーで撮りました、ジョージは、マジでこういう感じ、ジョージはかわいい、ジョージはかわいいんだよな、はい、